ボシャボシャ。おざっす。今日はですね、山もみじの9番、YMJ の9番持ってきましたよ。こちらです。ダダン。はい。豆盆栽クラスだと、すでに、もう、十分な太さをしている、ちっちゃい山もみじです。で、今年植え替えしました。植え替えしたところ、根っこがないところがあったので、根継ぎかけてます。で、根継ぎかけてる継ぎ穂がこれですね。これアウト側。なので、イン側のこの辺りに根っこが足りてなかった。で、この辺りに穴開けて、ズボッと刺して、これがアウトで伸びている状態。こういう感じです。はい、で久しぶりにちょっといじってみようかなと思って持ってきました。まあ根継ぎの様子もね、根継ぎした継ぎ穂の様子も確認したいし、ちょいと枝徒長してるんで追い込みたいし、足元こんなちびっこい雑草生えてるんでこいつも除去したいし、そんな感じでちょいとね、ちょいとこんなちょっと大きい手入れをするつもりはないけど、ちょい手入れで持ってきました。まずは足元ね、雑草生えてるんでちゃちゃっと取っちゃいます。はい、足元掃除完了しました。雑草なくなっただけですけどね、こんな感じです。これ裏面ですね。裏面から見るとこう、ちょうどここが次穂のアウト部分。どうなってんだ、おりゃ。もうみっちみちですね。ただつながってる、周りと癒着してるような感じは見られないですね。もともと開けてた穴よりも確実に太くなってる、太くなってるんで、もうこの辺が癒着しててもおかしくはないんですけど、ただただ単純に太くなってるだけのようにも見える。根継ぎってあれが分かんないですね。終わりが1年後に外していいのか、まあ、1年半ぐらい見といた方がいいですかね。今年の春に継いだんで、まあ、来年の春外すのはちょっと時期尚早で、来年の梅雨時期に外すか、夏終わりに外すか、では今から1年ぐらい放置するか、そんなもんでいいのかな。どの程度次方を残しておくのか、その辺がねいまいち分かってないんで、ちょっと調べとかないとな。根継ぎはね、見た目で分かんないから難しいですね。何ならくっついてそうな気もしますけどね。で、ここがね、まあ太ければ太いほど切り戻した時に大きい傷になっちゃうんで、ちょっとそこがいまいちだなーなんて思っております。はい、いいんじゃないでしょうか。まあまあまあ、一応枯れずにね、まあ、先端の方はこの夏の暑さにやられて芽が止まっちゃいましたけど、一応枯れずに残ってるんで、まあ根継ぎは引き続き継続って感じかな。あとは徒長してる枝落とします。ツンと関節、節間長いように見えるけど、一旦徒長してるところ第一関節残して、第一節間残して切り戻してみましょうか。おりゃ、枝がねどん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 太くなっちゃうんですよね、こうやって徒長しちゃうと。この木はもう小さく小さく作るだけなんで、太い枝がいらないんですけど、こんな感じで太っちゃうんですよね。太ってる枝、これが太ってない枝。こういう感じで、ね、細かく見るとこういうゴミとか気になる。
枯葉ね。よし、ここの傷は巻いてないですね。傷の巻きが甘い。もうちょいかな。カットパスタペーストがなんか破られた跡がありますね。ナメクジかな。ナメクジにガリガリ食べられたような跡がついてる。まあまあまあ、いっかいっか。一旦 OK かな。針金かけても面白そうですね。ちょい立ててもいいのかな。こんな感じで立てて、ここを引き下げる、ググッと引き下げるとかも面白そうですね。まあこの木は根継ぎが成功しないことには先に進めないんで、根継ぎ頑張ってもらいたいのと、芯を立てたいですね。ちょっとこのサイズが可愛すぎるんで、しっかりとねこのサイズ感育てていきたいなと思います。このサイズ感に根継ぎしたのマジですげえな。こううまくくっついてくれると助かるんですけど。おはようございます。どうぞどうぞ。はい、ちょっとねご近所さん来ちゃって、途中で作業止めちゃったんで、どこまで喋ったか忘れちゃったんですけど、とりあえず作業終了ですね。ほい、いいですね。こんな感じで、まあ、目数も増やしていきつつ、根っこ継ぐのを、根っこ継ぎ切る、つながるのを待つっていう感じですね。でもだいぶ太くなったな、ボディが。後ろにの、やっぱここに引っ張られますね。ここに引っ張られてこっち側に太くなった気がする。で根っこもここに継いだんで、足元がね全体的にこう八方に伸びてくるはずなんで、そこにも期待していきたいなと思います。いやー、ちっちゃいけど可愛いですね。 YMJ の9番作業終了です。ついでにこれもやっちゃいましょう。 YMJ の5番ですね。 YMJ の5番、こんな感じの木なんですけど、一時期はなんだっけ、水切れで枯れかけたこともある YMJ の5番、ちょっと何本か徒長してる枝があるんで、軽く追い込んでいきたいなと思います。ただ全部は切らないです。全部切らない理由は、回し継ぎしたいから、次穂に使いたい。まだ枝が足りてないところがあるんで、ちょっと回し継ぎしたいのがあるんで、この裏の2本は、ここ2本は取っときます。回し継ぎ用に。でこれ芯なんで芯も取っときます。なので、まあ、簡単な手入れなんですけどね、2本ほど途中枝落として完了にします。なんか出生状みたいに目出しは赤いですね。赤が緑になっていく感じ、グラデーションが見て取れる、いい木ですね。この木は目出しが楽しめる素晴らしい木です。 OK、 これはこの程度で押さえときます。ちょい手入れだったんで YMJ の9番に挟んじゃいました。9番と同時作業ということで、はい、 YMJ の9と YMJ の5ね、はい、作業完了です。はい、本日の作業は以上です。